原町で食べ歩きをします。奈良到着。1軒目はカレーパンを食べに行きます。なんていうんだっけ、幸福寺。奈良はお寺とかも多いんだけど、京都ほど人が多くない、なんかのんびりしてるような雰囲気で、そういうところ結構好き。中でも食べれるかな、カレーパン。ここだ、うどんのお店すごい混んでる。お昼だからかな。餅つきのお店これじゃない？ここも食べたい。たい焼き、たい焼き、あった、こちら凛太郎たい焼き、凛太郎たい焼き、これこれ凛太郎たい焼き。はい、焼き1個。はい、はい、そしたら300円。今から焼きますと5、6分かかりますけど大丈夫ですか？わかりました。はい、中谷堂か中宿、ここで餅つきが見れるらしいけど15時だって。
あ、クローズ。Oh no! クローズ。食べたかったけどな。ここかな？暑いわやっぱり。あ、鹿いた鹿。おお、いっぱいいるいっぱいいる。よいしょ。暑いね。興福寺綺麗だね。じゃん、うん、奈良公園で鹿と戯れました。日がかなり落ちてきて、あ、すごい眩しい。夕日が綺麗な時間になってきたから、若草山の方に車で移動して、夕日からの夜景を楽しもうかなと思います。急がないと日が暮れちゃう、うん、暗くなってきた。大変だ。急げ急げ急げ。ただいま。よいしょっと。しかも可愛かったし、スタバも美味しかった。
夜景を見ようと思います。かなり暗くなってきちゃったけど、夕日を見るとね、アップされてて安心だね。意外と平日だけど人もいっぱいいた。車がいっぱい止まってたからよかった。駐車場から200メートルぐらい歩いたところに展望台があるんだ。夜景綺麗だといいな。ここだここだ。あ、鹿だ。鹿いました。よいしょ。お、あ、めっちゃ綺麗。わ、やば。あ、すごーい。え、すごいな、ここ。すごい綺麗じゃんか。わ、感動的。車を駐車しまして、奈良駅から歩いてすぐのところにある奈良おもてなし食堂だったかな。奈良おもてなし食堂に来ました。今回スポンサーになっていただいたホヘムさん。ホヘムさんはスマートフォン、アクションカメラ、一眼レフカメラ用のジンバルの設計、
製造販売をグローバルに展開する企業さんです。今回はホヘムさんのアイステディ M6 キットとアイステディ MT2 キットを使って Vlog を撮影しました。2つのジンバルの一番の特徴は AI トラッキング機能で、特定のモーションをすることで被写体を認識して追従することができます。実際に使ってみたのですが、かなり追従の精度が高くて驚きました。これなら一人で撮影するときも重宝しそうです。 AI トラッキング機能はそれ自体独立しているものなので、アプリを起動せずに使うことができて、とても使い勝手が良かったです。ライトとしての機能も備わっているので、被写体を明るく照らしてくれるのも嬉しいですね。またホヘムさんのアプリホヘムジョイを使えば様々な面白い表現ができます。 MT2 に限った話ですが、一眼レフカメラ、スマホ、アクションカメラなど一つのジンバルで全て撮れるのも大きなポイント。ジンバルはかさばるので、全部これ一つで完結できるのは嬉しい。一眼レフで縦撮り撮影ができるのもありがたいですね。ジンバル一つあるだけで動画のクオリティは格段に変わってくるので、これからいろいろと発信していきたいって方にはこちらのジンバルはとってもおすすめです。ホヘムさんはここ最近の技術の進化が凄まじいので、今後の商品も楽しみです。ということで、今回は奈良町散策をしてきました。冒頭でも話したけど、奈良はいい意味であまり飾らない感じで落ち着いた雰囲気が結構好きなんだよね。食べ歩きではもっと食べてみたいものもあったんだけど、結構すぐにお腹いっぱいになってしまって、またの機会の楽しみにしようと思います。他にも路地裏に日本らしい雰囲気のカフェもあって、レトロ好きの心をくすぐられました。またカフェ巡りもしてみたいな。では最後までご視聴ありがとうございました。またねー。